どうもこんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎です。本日は反動大会ですね。ラビーダス。その意義について問うと。すべて個人の見解でございますので、そこはご留意いただきたいと思います。 このラビダスですね、どうなっていくのかと。僕なりに現状俯瞰をさせていただきます。そして、今回ね、ハンド大会ということで、メーカー専門のですね、転職エージェントであるタイズさんからスポンサードいただいてまして、メーカーというか技術者専門ですね。大手メーカーへの技術転職実績が多数あって、高評価もいただいているみたいでございますと。タイズさんからスポンサードをいただいております。ということで、話を戻しましてラビダスですね、やっていきましょう。 個人の見解だが、真ん中をぶち抜いていきたいと思っておりますと。かつ、このような半導体デジタル産業戦略、計算書が出している200ページいかないぐらいの資料になっていますが、ここから多くの情報を参照しておりますので、ご留意いただきたいと。おそらく計算書の方を見るかと思いますが、中立にやっていきたい。まず、大前提としてですね、このラビ出ダスという半導体に対して予算をつけていただけることは、本当にありがたい。なぜかというとですね、何もしなければ死にたいだった半導体業界に光が差し込んできており まあ、ジャスムもそうでございますが、ついに日本政府もですね、半導体に予算を多く振り分ける時が来たか。ということで、神からのおぼしめしという表現でいきたいと思います。お国がですね、目をかけてくれたということで、やっぱりそういった方々にですね、応援を忘れてはいけないと思うんですね。ツイッターを見てみれば、やれ、ここが難しいだ、やれ、中国、台湾企業だ、うんちゃか、ふんちゃかということを言っていると。もうね、ダメですよまず応援をすると。そこに立たなければならないと。お金をですね、地税を こここににに向けててくくれるととそそそしてそこに切り込んでいい人材彼らに敬意を払ううべきだと僕はそう思いますやってくれるという人がいるわけですよ。お国のことを思ってですね。例えば、小池社長なんかもその一人だと思います。この小池社長ですね、なんと71歳だと。紛れもない日本の半導体屈指のエースでございます。これ見てください、顔。71歳に見えます。50代に見えるでしょ。マジで。 すごいと。後ほど詳しく触れますが、本当にエースなんですね。僕が果たして71歳になった時ですよ。やれやれと。老後、どういう風に過ごそうかなみたいなことを考えるわけですけども、もう一回ですね、半導体めがけて立ち上がってくれると。非常にエネルギッシュであり、対談してますけど、謙遜されてましたよね。この日本の半導体産業にとっても、本当に本当に最後のチャンスであるということが言えますし、こういった後期高齢者ですよ。70歳以上ですから。 そこになっても立ち上がってくれるということで、この最後のチャンスを、いかようにもですね、形にしていきたいと。そして、もう一つ付け加えればですね、挑戦をしなくなった製造業ということで、挑戦しないと成功はですね、絶対に手に入らんと。僕もこの製造業系の YouTuber をやりたいということは、離れ笑われましたよ。お前なんか絶対成功しないと。めちゃくちゃ言われましたね。めちゃくちゃ言われた。うん。当時の上司にも言われたし、で、同僚から、周りからも、お前絶対失敗するということが言われました。 挑戦しないとですね、成功は手に入らんし、切削事業をやろうとしてますけども、やれ、お前はなんか成功しないみたいなこと言われまくるわけですよ。うん、もう言ったれと。申し訳ないが、これはですね、挑戦しなかった人に分からんということでございます。もうツイッターでコメントしかしないですね、ぴよぴよ人材には到達できない領域なんですよ。局地なんですよ。そこは置いといてですね、挑戦しなくなったんですけど挑戦してくれる人がいるということだけが、本当にありがたいと。挑戦する土壌を作り上げたということで、すごく僕はポジティブに言ってますし、完了 そこに対して官僚も頭のリソースをぶっこんでくれてると彼らの努力があるはずでございまして文句ばっかりですね垂れ流してるともう官僚も人でございますからあああああそうですかそうですかそんなに日本国民が文句を言うのであればじゃあやめたみたいな感じでなりますよとまずありがとうということを言っていただきたいと。 ということで、日本のことだけではなくて、海外に目を向けるとですね、半導体の開発と生産はもう国際的にも激化しておりますと。大部分は女性がないと勝ち抜けない産業になっておりまして、例えばアメリカのチップス法の動向でございますが、この辺にババンと出てますと。簡単に説明しますと、まずですね、助成金は5兆円ぐらいだと。で、R&D 基金に関しても1.5兆円以上をつけてるわけですね。それだけではなくて、融資債務保証は750億ドル。約10 10兆円5年間つけますとかですねで半導体製造装置の投資課税に関しても減税めっちゃするでっていうことを言って。 でますと,ということは、大規模な助成を決定しまして、お隣の国、韓国でございますが、韓国の半導体超巨大大国達成戦略みたいな、もうウルトラスーパーハイパー戦略みたいな、あもう感じでございまして、半導体超強大国、もう言うよう分からんということで、もうスーパーウルトラすごいぞという感じですね。概略としてはですね、5年間で約35兆円ですよ。35兆円の官民投資を促す目標、国も助成するし、民間、 もうめっちゃ投資するよっていう感じですねということで残業規制なども緩和すると いうことで、日本とは真逆ですよ。日本は働き方改革とか言ってですね、この残業を規制する方向に走ってるんですけど、半導体逆ですよ。残業もっとしろということで、52時間から64時間まで例外については許容しますよ。人材も新たに10万人以上を創出するということで、金だけではなくてですね、人がいないと産業というものは起こりませんから、人のリソースも日本の働き方改革とは逆行する動きでぶっ込みまくると。海外の規模からすると日本の女性はまだまだ少ないと言って、 いいいと思いますとあ、そんな知税をお前半導体なんかに突っ込みやがってみたいなコメントを向けますかいやいやいや日本なんて可愛いもんでですよという感じです女性に対しての経済波及効果ということでまあ JASM ですよこれは TSMC を誘致したということでこれ僕が写真撮ってきたんですけども経産省ここもどれぐらい効果があるんでこれは正しいですよっていうことを言わざるを得ないぐらいですねうるせえやつらが来てるという感じでここはちょっとごめんなさいあの多めに見てください YouTuber なんで。 GDP の押し上げ効果及びですね、女性以上の税収効果があると試算をされています。で、ネガティブ試算もあるんですがそれでも税収ね、5年、10年ぐらいでペイできますよって言ってるわけですね。で、そこにはとどまらず、シリコンアイランド九州にはですね、サムコ、ソニー、三菱電機、そしてエバラ、ローム、東京大家工業株式会社です、ね。いつも名前間違えてごめんなさい。しっかり言えたと思います。東京エレクトロン等々ですね、もうファブだったり工場がですね、バカバカ立ち上がるということで、誘致に成功し、 しまくるとこれも、これ以上の税収効果絶対あるんじゃないかなっていうふうに思ってますよね。まあ紛れもない成果であるというふうに言っていいと思います。九州がですね、活気だったと。TSMC、ジャスモなんかは初任給28万円と。で、印刷だともう30万円を超えるような給与をですね、ここにつけてるわけでございます。すごいねと。 で、一方の米国は TSMC の工事稼働がですね、遅れる報道が相次いでるわけですね。こんな感じで TSMC の熊本工場の立ち上げは計画通りでございますと、日本はもう計画通りやりましたよってことを言ってるんですけど、e タイムズからすると、もう建設分野からですね、もう人が不足しておりまして、半導体パブであって普通の建設物とは違うので、そこの建設分野からも人が足らんと、リソースが足らんと、工期が遅くなっております。で、半導体が過剰供給組であるという報道もあってですね、当該 部部分も要因の一部かなといいう感じでございます TSMC の熊本第二工場も浮上しましてこれは日本が引き寄せたわけですもう日本はなんか好期通りにやってくれるし順調に工場ファブが立ち上がると一方のアメリカは何建屋作るるだけで送れるんでれんすかえよくよく分かんねえなみたいなもうじゃあ日本に作っちゃおうってう感じですね日本は着実に実績の積み上げを行っていくわけでございますと素晴らしい計算書ともう計算書すごいみたいなツイートがものを全く見られないわけですからもうみんなね社員 なんですよ経産省を褒めるなんていうことはですねもう恥ずかしくてできないと僕がもう代わりに褒めちぎってあげますもう素晴らしいよってかしてこれで日本の製造業が良くなればもう儲けもんでございますと思う皆さん経産省に頑張っていただきたいということでお立てますという感じですねあの多めに見てくださいと <music> で、地政学的リスクによってですね、多極に展開する TSMC と、台湾有事みたいなこと言われてます。そう言われるけど、真はどこにあるんですかちょっと脱線するんですけども、こういった話も、グローバル化で見ると、やっぱり地域戦略で絶対重要なので、皆さんね、そこから目を背けずに、リアリズムに基づいての見方が必要でございます。煽ってません。決して煽ってないです、僕はね。実際の事実をもとにお話しさせていただくと。このように、習近平もですね、できる限り平和的な一国にしたいという、まあちょっと言いにくいんですけど 台湾にも何て,て,て,て書いてあるか武力放棄を決して放棄することはしないっていうことを一等独裁の国が言っておるわけですね。ということは可能性として十二分にあるということは言っていいと思います。半導体製造はプロセスインテグレーション技術の塊でございますので TSMC というファブだけを手に入れたとしてもですね、決して製造できるものではございませんと。一方で台湾統一については中国皇帝ですよ。なんで皇帝っていうかっていうと真の思考 皇帝ってあるわけじゃないですかあれは真の王様が初めて私は皇帝だとということを名乗ったので、始皇皇帝帝初めての皇帝ってののっいうわけでですねなのでそこになぞらえて言うとですね、この皇帝の習近平はですね、こういうふうに言っておりまして、習近平の悲願になっていると。武力行使も選択枠に入っていることはもう周知の事実でございますと。ここに対して日本はですね、台湾有事の準備がある旨の発言をするわけですけども、麻生さんとかが言うわけでございますが、中国政府からなんて言われてるかっていうと、身のほど巻き 実際にに中国からこのように言われているとで、一方のアメリカもですね、ペロシー米下院議長がですね、交代してですね、台湾の自由を守る米議会の決意を示したということを声高々に表明しておりますと。これはペロシーさんがですね、台湾に行ってなんで大ごとになったかっていうと、今まで台湾に行って だ、米国人の中で一番位が高いわけですね。なので、このメッセージ性があるということでございますが、果たして、米国は台湾を本当に守る気があるのかと。賢者は歴史から学ぶと。愚者は経験から学ぶということは、あの、ドイツの最初ですね、ベルヘルム1世の時のビスマルクも言っております。彼の近言からですね、歴史を紐解いていくとですね、まずですね、アメリカのマクナマル国防長官でございます。この方はですね、ケネディ・ジョンソン政権下で国務長官でございまして、安全保障補佐官のですね、幕上 当時バンディ補佐官ですねこの2人なんて言ってるかというとアメリカはソ連中国との核戦争をしてでも日本を守るというふうに言ったわけでございますねつまり核の傘は有効であるということを言ったわけでございますが官僚からですね聞いた後1970年代になったらですねああ,あ,あアメリカが他の国同盟国のためにソ連や中国と核戦争などするわけがなかろうと いうことを言ってるわけですね。ちょっと時が経ちまして、キッシンジャーでございます、キッシンジャーね。ニクソンとか、フォード政権時のですね、国家安全問題担当大統領補佐官、国務長官でございますと。このキッシンジャーはですね、1977年までは核の傘は有効であるということを言ってるわけですね。で、一方の退任後の79年ですよ。日本ではなくてヨーロッパ人に対して、あ自殺行為までして守るわけねだろ、バーカ バハ入ってないと思いますね。ことを言ってるわけですね。<laughs> あら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 手のひらくるっ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 くるくるくる もうロシアの核か,からヨーロッパ守る何言っとんだお前ということで、もうこの発言からのリアリズムとしてですね、台湾の自由を守るんん冗談じゃないですよということを彼らはおそらく思っとるだろうということは言っておきたいと。日米同盟の関係下にある日本ですよ。でさえ、本音は核の傘はないとアメリカ人は言い切っとるわけですね。同族という意味合いが日本よりも強いと。まあアメリカというものはイギリスからですね、船で行ってアメリカは建国 ししたたわわわけけけけででででございいいましててフランスもももねねすすすどととうことは日本よよりもです、ね、血のつながりのがが強いわけですよそういったヨーロッパに対してもですね、守らんと言っとるわけですよ。国として認めていない台湾を米国が果たして守るんですかと。これ外交上ですよ。定義として一つの中国政策を堅持し、北京にある中国政府のみをアメリカは承認しておりますと。パフォーマンスはあるにしてもですね、実際に核弾頭をですね、アメリカに一発撃ちかるぞと言われた途端にですね、そんなもんはですね、無理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 。 カタツムリということは台湾人も認識してるだろうということは言えると思います中国政府の身の程をわきまえる発言もですね日本に対してされたわけですけどもここにあるわけですねこの半導体デジタル産業戦略ですよタブーなのかわからないんですけども台湾有事という文字が一字も出てきません僕から言わせればこれリアリズムがかなり結合しておりますと台湾の方々もですね精読するはずであり記載できないということは想定できますよねということでまあ僕が代わりにですねお伝えさせていただくと、まあ、こういうことを書けませんから やっぱり忖度してですね国際情勢はですねリアリズムからしてですね起こるということは認識いただきたいというふうに思います。 プレゼンの軸と違う、まあ、核の議論まで入るとですね、本題からかなりずれてしまいますので戻しますと。ま、あここの議論はですね、核を落とされた国として核を持たないというような議論は、ま、きり言って中学生ですと。実際それで我々はですね、アメリカに絶対的に逆らえないということでございまして、そこの議論はですね、核を持つという議論ではなくて、核の議論は最低限すべきであろうということは思いますという感じですね。ということで話戻しまして、様々な角度からですね、日本の半導体プレゼンスを上げる 高さも必要であるということは言えるとと思いますと、まあ、を、ね、誘致成功したわけで、すすかかららこここれはは非常に素晴らしかったなととといいいうう思までラビダスの話でございますが、不足しているピースがあるんですね。これを取り戻す戦いであって、じゃあ不足しているピースは何かっていうと、ロジック半導体でございますと。ジャスムの第一工場はもうソニーの工場でございますので、ソニーは CPU を作っておりませんと。日本に欠乏しているロジック半導体ということで、ロジック半導体を取り戻す戦いが、これ日本には必要になっていると。他の半導体どう どうかっていうと結構色塗られてる濃いところでございますが日本はまああのも ってるわけですね主要な半半導導体体市場のうちメモリーやパワー半導体は国内にございますとまあ、D-LAM はマイクロンの工場があるんで、この外資なわけでございますが、まあ、それは微妙なんですけども、例えば、イメージセンサーのソニーですよ、シェア1位でしょ。で、パワー半導体もばらけてますけども、三菱富士電機で、で、工場見学に行った東芝、電装、ロームありましたね、ローム。まあ、いろいろありますと。ナンドフラッシュメモリーの記憶シェア。そして、マイコンですよね、ルネサスという感じでございますと。頭脳に当たるロジック半導体のは ほぼ0%ですねまあ、文献によってはまあ3%ぐらいっていう記事もあるんですほぼゼロです高性能なロジック半導体を作るファブが日本にはございませんとロジック半導体を原動力として生み出す多くの人にとって未知であった技術革新ということでなぜロジックが必要かということをお伝えさせていただくとまずはチャット GPT ですよこれチャット GPT 米国の司法試験であれば合格するレベルの AI チャットボットがロジック半導体によって生み出されたわけですねとか米国の IPC もですねもうチャット GPT とコラボレーション してラダーを書いてくれると製造業でも徐々に利用シーンが増えてきてるとその他にはこのようなお茶の CM にですね AI のですね人が採用されるとで、こういった人と見違えるようなものもですねスタビリティ AI で創造が可能になってると実在の人間とほぼ見分けがつかないタレントを生成することも可能になっているわけですねその他にも AWS とか Azure とか Google クラウドみたいなですねクラウドサービスもロジック半導体が膨大に必要になってくるとロジック半導体には別の 付加価値を生み出すす力があるわけですね別のソリューションを生み出すと。ロジックは他半導体にはないサービスを創出する力がございます。まさに人間の脳と同じであると。データという知を変換して新たなサービスを生み出す半導体でございます。ついには半導体の集合体で人間の知能を超えようとしていると。 シンギュラリティと言われるものですね。もうチャット GPT の GPT-4 なんかはほとんどの人間よりも早々活用するわけですから、司法試験無理じゃないですか、我々通るの。 それをできてしまうと、人間よりも、ある領域に対してはもうレベルが高くなりつつあるわけですね。ロジック半導体の製造を放棄した日本ということ日本にはいろんな要因があってですね、このロジック半導体の製造ファブがほぼございません。D-LAM もプラザ合意によってですね、もう非常な円高になったりとか、不平等条約の日米半導体協定とかですね、そういったことも絡んでですね、放棄してしまったと。結果を見れば、敗戦しインテルが総取りをしたわけですね、このロジックに関して。さらに、その後はですね、この TSMC がファウンダリーというですね、新しいビジネスモデルを成功させてですね、まあ上位雇用んのものを参照しておりますが、高性能半導体の多くを TSMC は今製造しておりますと。28ナノメートル以下が売上の8割程度を占める。ここに依頼するインテル、NVIDIA、AMD、 そして、過去にはハイシリコンとか、まあ、酸性クアルコムということで、最先端半導体は手の届かないところへ行ってしまったと。ここら辺はファブレスなメーカーも多いわけでございますが、アメリカ本土でインテルがですね、CPU 作ってたりするわけですよね。日本にはロジックを製造する土壌がもう消えてしもうたと。 将来ののの日本産業のためにこのロジックを取り戻すとそれがラビダスの位置づけけにあるわけですねラピダスが生み出す将来期待される日本への付加価値でございますが、まずはこのサーバー需要でございますと。クラウドですよ、クラウド。クラウドね、皆さん使ってるし、僕も Google クラウドめちゃめちゃ使ってるし、OneDrive、Azure をふんだんに活用させていただいてるわけですね。クラウドはですね、外資がほぼ占有してまして、NEC、日立、クラウドって皆さん使ったことあるほぼないでしょっていう感じですね。そうするとどうな あるかっていうと外資のクラウドサービスを使うとですねそれは外資にお金を払うわけですからこの ICT によってですね国府がどんどん流出してしまうとさらにチャット GPT のようなですねこの AI の次なる進化がおそらくあると思いますクローズトゥーザシンギラリティというもうシンギラリティが徐々に縮まってきていると人類を超越したデータ統合 AI サーバー攻撃力の保持ということでこれが新たな軍事力になる可能性もあるわけですね東さんがですね軍事関係の半導体も作るみたいな方 あるわけでございますがなのでからここへの転用があるっていうのは至極当然な発言でございましてここを日本が保有してないっていうことであればもう絶対的にこの情報戦で負けるわけですよね。でサイバーセキュリティ領域が日本ないとですねいざ他の国ともう戦時中に巻き込まれたとするとですね例えば日本の健康保険システムを攻撃されたとしましょうと。皆さん医療関 かかれなくなくりますねで、人が死ぬと。で、その他に、じゃあ、JR のサーバー攻撃しますとか言われたらですね、もう JR 交通機関がもう全部麻痺するというようなことになるわけですね。ここのサーバーを日本の半導体で補えないってなると、やばいわけですよ。AI 開発に必要な計算量の爆発がおそらく今後起こるだろうということは、もうこのチャット GPT を見ても明らかでございますと。で、どのくらいの爆発が起こるかっていうものはですね、この電力需要で表されてまして、今2018年でサーバーに に対しての必要電力は0.7テラワットアワーなんですが2050年あくまで試産でございますがこれが5000倍になると5000倍ですよ5000倍やばいでしょ必要電力の爆発が起こるともう今のシステムではこの電力はもう全く補えないような世界線になるわけですね高能率な半導体が必要不可欠ですと特化型半導体の必然がここにあるわけですねその他にも自動運転ですよねテスラはこの交通情報をですね収集してチャット GPT みたいな ですね、学習サーバーを作ってですねこれを学習させてどんな自動運転が最適かっていうこともやってるわけでございますロジックがない場合はですね次世代産業の土台が既存するということは言っていいのかなとロジック半導体がもし日本にあれば生み出すサービスの効果で投資を一気に回収できるというロジックも成り立つわけですね。まあ、そういいっった可能性があるしロジック半導体を持ってないと サービスも将来ほぼ生み出せないと生み出せないというか半導体をですね日本は覚悟できないと、まあ、優先して作れないということですね将来日本の国富の流出を止めることがもしかしたらラビダスであれば可能かもしれないと30年以降は演算とデータ新 AI の時代でございますラビダスは27年量産を開始するとラビダスがあることによって30年以降も戦える可能性が出てくるんですね 経産省の資料には、演算力にやりイコール国力になる時代が来るということ国もですね、経産省も考えてるわけですね。ロジック半導体を海外から未来英語を買い続ける選択枠を皆さんは選び続けるんですかじゃあ今がもう最後です。今後、まあもう絶対に来ないチャンスでもうロジック半導体を取り戻す戦いがもしかしたら今できるかもしれんと。その可能性をあなたは取りに行きますかという選択枠がありました。で、日本は 後者を選んだわけですよ日本はその可能性をもぎ取る戦うという決断をしたわけですね。もう応援するのが必然でしょとえそこに対して、うんお金を使うんじゃないじゃあもう奴隷ですよ奴隷半導体の奴隷になる。ね そもそも挑戦することができること自体に製造業人たる自尊をすべきかもしれませんと。半導体は不合的な戦いでございます。自動車とは違う総合格闘技と言っていいわけですね。こういった半導体製造装置も必要だし、まあそれを作るための部品を削る必要があるということで、工作機械も必要で、制御機器も必要で、さらにこういった機構部品も絶対的に必要なわけで、あとはパッケージングとか、まあ材料も 必要になってくるとこれが、まあ、言い方ちょっと良くないんですけどもタイだったらどうですかで、ね、これがもしベトナムだったらどうですロジック半導体やろうぜみたいな感じになりますほぼならないだろうと。そもそも発想が出てこないと。つまり経産省と政府はですね日本人という製造業人材に未来の日本をベットしたわけですね。お前らだったらできるだろうと。我が日本という国土は半導体をおそらく作れんじゃねえかと。 作れる可能性があると。じゃあ戦おうぜという選択をしたわけですよ。71歳にもなって、10年後の子供たちの産業のため、立ち上がった大人たちがいるわけですよ。事実としてですよ。成功しない、成功する、うだうだ言ってんじゃねえと。ありがとうございますだろうが、ということを僕はね、思う、僕は思うわけですよ。 そしてこの71歳になってもですね、人頭式を行う小池さんですよ。厚吉さんでございます。その人物をちょっと触れさせていただきたいと。こんな感じで、もうエネルギッシュでしょ。もう50、下手したら40後半みたいな感じで見れるよね。この方はですね、1978年、僕が生まれる10年前にですね、日立に入りまして、世界で初めて、世界で初めて300ミリウェーを、これをファブで実現したわけですよ。後にですね、半導体製造装置メーカーからですね、インテルに情報がバレてました。 インテルになんと数ヶ月後にですね同様の300ミリウェアが立ち上がるとだから僕小池社長と対談した時にですね「いやインテルのことめちゃめちゃ恨んでるでしょ」っていうことを言ったんですけど「いやー違う」 日本人が5万になったんだとか言ってましたよね。うん、えぇって感じですよね。なんてできた人だと。2006年はですね、サンディスク代表取締役に就任しまして、2018年はウエスタンデジタルジャパン株式会社の代表取締役に就任して、まあ、あ兼任でございますが、もうこの半導体を引っ張ってきたと。バキバキ人材ですよ。ピヨピヨ人材でございませんと。日本が生んだ半導体のまさにエースという人物であってですね、今動画が流れるかもしれませんが、ラピタスの起工式があったわけですね。もうね起式 からですねこれ見ていただいて分かると思うんですけども、気合のですね次元がもう全く違うわけですよ。YouTube にアップされているですね他の気候式その気候室が悪いというわけではなくて、みんなクワを入れるときですよ、イエイイエイとかやってるわけですよ。しかし、小池社長は、イエイもうね、気迫が違うと。ラピダスの小池社長が、盛られた土にクワを入れるなどして、工事の安全を祈願しました。ラピダスは そこここら辺ののピピ人材とととはででですね比べるるまでもないということでこの意気込みが見える俺が日本のロジックを絶対に立て直すと。絶対にだみたいな感じですよ。圧倒されるエネルギー量でラビダスを牽引していくと。もうバチバチにですね、エネルギーはありましたね。すごいよ、71歳に見えんと。 ラベサス設立の影響でございますと。それはですね、その他にもあると。日本はですね、こういった、まあ材料とか半導体製造装置、ならたる企業はあるわけですね。世界と五市で戦える半導体製造装置メーカー、あの、統計エレクトロン筆頭に、スクリーン、アドバンテスト、ディスコ、エバラ、東ーと。材料メーカーもレゾナックでしょ、新越化学工業でしょ、サムコ、いろいろあると。世界と五市で戦える材料科学メーカーと。もし、もしですよ このラピタスが国内で起こった場合ですね。半導体製造できるようになったらですね。装置や部材の開発を後押しできることはまあ間違いないだろうと。日本で最新の技術を試す土壌ができるわけですね。これはまあプラスポジティブであろうということでございますが、まあここまでですね、ラピタスの意義に対してお話しさせていただきましたが、ではこの挑戦と試練ですよね。ここはですね、何が一体どうなっているのかと。ラピタスが日本にもたらす役割は大きいはずだが、彼らの挑戦には何が 待ち受けていいるるるんででしょうかとと俯瞰すす必要があるはずでございますと5兆円必要という発言がございますので、その内容をざっくり勝手に予想させていただくと。もう勝手にざっくりですわ。微妙な違いはもうご本音くださいと。こんな感じで、まずですね、約3000億円程度は建設代と精密空調に充てられると、もう精密空調メーカーもやったぜと。もう飛び上がって喜んでることでしょう。もう儲けまくりですね。うん。鹿島建設かどっか忘れましたけど、建設会社も,もう大儲けできるはずですよ。さらにですね、半導体製造装置が必要になってくると、ここが3兆 必要になってくるわけですね、うん、これが3兆円と。で、プロセス開発にこの2兆円必要であるということを言ってます。プロセス開発は価格反応との戦いで、ミニマルファブの回でもお話しさせていただきましたが、ウェットエッチングの場合ですよ。ほとんどがドライエッチングだと思いますが、分かりやすいためにこのウェットエッチングで話しましょうと。こういうふうにシリコンがあって、酸化膜があって、漢口剤がございます。そこに対して、理想工程の後、エッチングを行うわけですね。エッチな液体をここに染み込ませていくと。そうすると、 この酸化膜は溶けていくんですが単純に溶けるだけではなくてこのように3次元的に溶けるさらに液体なので染み込んでいくわけですね。ということでこういったものがですねそれぞれの工程であるわけですからこれが積み重なって最終的な全てのプロセスになっていくわけですね。 これの革新が非常に難しいと。しかしながらこういったものはネットでは表現されないわけですね。このようなノウハウはどこにも落ちておらず、自社開発が必要である。だから2兆円これが必要なわけですね。最適プロセスをこの2ナノメートルというですね、難しいプロセスで、エッサ、ホッサと見つけていく必要があると。でもこの2ナノメートルプロセスというものはめちゃめちゃ難しいです。難しさという表現で、表現していいのかわかんないぐらい難しいわけですね。5ナノメートル、7ナノメートルか忘れましたけど、 EUV を使ってですねこのプロセスを作るという時に TSMC が捨てたというか開発に使ったウェハを100万枚と言われているわけですねではなぜそんな難しいのかここにインテルのホームページから持ってきたですねインテルが目指すプロセス改定でございますが9 0ナノメートルはこのような感じなんですね半導体のトランジスタ構造はですねしかし この27メートルになると、こうなるわけですよ。こうなると。もう、え、え、お、え、おん、お、同じプロセスなのみたいな。え、なんか、ビルじゃないんですかみたいな感じですね。で、ここの細かいところに、この GAA という構造が採用されてるわけで,ですね。もうま、ま、あ全く違うわけです。もう、全然違う。もう、別物。で、えー、例えば、何度フラッシュメモリーでございますが、最適プロセスを出す場合でございますが、ミニュアルファブ会でも言ったわけですけど、公衆はプラズマ電圧とか、プラズマ電流、照射 ガガガススス電電流圧ガス集さらにですねこれプラズマでございますので掘りながらどんどん温度が温まっていくわけですねそうすると最適なプロセスを出すまでに1つの工程で1万枚ですね1万通りプロセスを試したわけですよこの1つのプロセスがこうですからもういろんなプロセスがここにあるわけですねめちゃくちゃプロセス開発必要ですとこれを量産品に成し遂げる必要性があるということでこの IBM からナノメートルプロセス持ってきたわけですよ ibm から技術教養されれるともうこれは研究科 開発ですよしかしリアルのプロセスっていうのは回路も違うし設計も違うし仕様も違うとそれぞれ違う半導体を各半導体に合わせたプロセスでやっていくと仕事を請け負う各半導体で違う工程になるわけですねこれを量産しなければならんとどんだけ難しいんじゃとこのプロセス開発ねよくわからんと絵にしてきましたこのケーキの土台がありますねこの材料も違うさらに角換もねケーキによっては違うそしてその熟成時間も違うわけですねこれ1つ 1> 1つがプロセスでございましててこれを囲ってプロセスモジュールですねプロセスモジュールはプロセスが前後に左右すると例えば材料が違えば角反のこの秒数も違ってくるし角反もですねいっぱいするっていうことであればこの熟成に対しても影響を与えるでしょうとあもう前後に影響するとこのプロセスモジュールは積み重なって半導体ができるわけですねこれを総称してプロセスインテグレーション技術でございます TSMC はですねこのプロセスインテグレーション技術を いっぱい持ってるわけですね。しかも最新プロセスだけではなくて、昔のプロセスもやってると。顧客が外にいるわけですから。これが強みなんですよ。ノウハウの蓄積があるから TSMC は強いと。プロセスインテグレーション技術を各量産製品によって実現する必要と。うん、これはすごいですよね。しかもですね、日本は40ナノメートル以降の土台がないと、これを一からやっていくと。 プロセス技術の壁があるんですけども、日本のラピダスは LSTC で開発を実行すると。要するにプロセスを作り込むというふうに言ってるわけですね。ここがですね、このプレゼンの革新的なところだと思いますが、本当の GA 開発は可能かということでございます。で、LSTC はどういったラピダスの関係になってるかっていうと、経算書の資料からしてですね、こういうふうに開発事項を LSTC、まあオープンでっていうことを書かれてますね。で、事業化っていうことで、まあその開発したものをですね、 ダピタスに戻してで、ファブのラインでですね作っていいくということになってますでこれをですね、因数分解して分かりやすく図にしてまいりました。半導体のプロセス技術というものは、装置、そして装置プロセス。先ほど説明したようにで,ですね、プロセスモジュール、そしてプロセスインテグレーション技術ですね。そして、多品種少量で、TSMC みたいなですね、超量産になっていくということでございまして、これ段階があるんですね。え、一段目があります。これは R&D みたいなですね、大学の研究所とか、そういったものでですね、 ですね開発ををししてていいくくと半導体の動作を確認していくとで第2段階として生産技術ということで半導体性の向上ですねで第3段階としてこの均一性とかファブでは大量に流さないといけなかったりまあ量産をある意味していくわけですから均一性が出るのか安定性を出せるのかっていうようなものがありますでまず装置に関してはですねもう他社というか例えば TSMC で実績のある装置を利用していきますのでここは問題ないだろうとでこの装置プロセスですよね装置プロセスといってもこれ難しくて ってですね、装置が単純に動けばいいというものではなくてですね、化学反応なんですね。例えば、アルミのスパッタをしていきたいということであればですね、ずっと動かしていかないとですね、このアルミが部分的に酸化したりですとか、装置がうまく動かなかったりするわけですね。そのプロセスが安定するようなところがどこなのかっていうものをですね、出さないといけないと。二段目、三段目をこのように開発していくと。これ、単なる数千万の装置であればいいんですけども、半導体製造装置というものは化け物装置でございますので、 させるのが非常に大変で、あると LSTC はプロセスモジュールという部分もですね、になっておりますので、これも前後の工程が関係するようなモジュール間でもこれを開発していくと。前後の工程が影響すると。3世はですね、このプロセスモジュールでさえですね、先ほどお伝えしたように1万枚もウェハーを捨てているということで、ものすごく開発が大変なんですね。もちろん一つのプロセスでなんだみたいにですね、深掘りエッチングするわけではないので、何万枚も捨てないといけないというわけではないと思うんですけども、このプロセスモジュールがもの すすごくたくたさんあるわけですねでここで多くのですね GA もしくはその GA に関わる周辺のプロセスですよねこのプロセスモジュールを開発した後ラピダスにですね受け渡してこの量産でインテグレーションをしていかないといけないとここを均一化しましたらですね半導体の性能をさらに向上させるようにしてまたそれを均一性を保つもしくは安定性を出せるようにですね生産技術を煮詰めていくわけですけどもこの23段目を行き来し実用化したものをラピダスが受け取るとその実用化を 的ににるるるももののの要すす性能ととして満足するものをです、ね、ラピタスが LSTC からら受け取らなけけ取ななればいけないとここに壁があるんじゃないでしょうかと。で、さらに、多品種になるということを言ってますから、多品種でプロセスインテグレーション技術の開発が必要になってくるわけですね。一方ですね、超量産領域に関しては、ここ小池社長もしくは東会長はですね、やらないと言ってるわけですから、TSMC とか3世が総取りするということで、この超量産品に関してはですね、後ほど語って いいきたいと思いますがここは本当にやらなくていいのかなっていうふうには思いますと。ということでこの LSTC がここの段段目3段目ですよこ,こを本当に開発できるのかここがもしかしたら空白地帯の可能性があるわけですねそれは後ほどお伝えするんですけどもここをやるっていうのが LSTC というものがですね民間の半導体製造装置メーカーも入ってないしファブもほぼ入って いないと大学で研究をやってる人ばっかりなので量産に持ってくっていうこの生産技術のことをですねほぼほぼ認識がない人たちでこのプロセス開発をやるというふうに言ってるわけですね。で過去の日本もですね日本の研究所でここをやるわけですよ。 こういうような半導体できますとか性能が出ますみたいなね。しかし一段目しか行わず企業にここをなして渡すわけですよ。なので生産技術開発が行われてないものをですね、企業側が受け取りますので、ほとんどの PJ がですね、おじゃんになっております。過去いろんな先生に聞いてもですね、そのような話が出てきますね。ププロセスプロセセススモジュールのの生産技術を行わず今まで PJ は失敗しててきたのにに同じ体制になっいいるる可能性が,うかがい知れるとおいおい大丈夫 かとというこでですすねね海外はです、ね、例えば3世とか TSMC っていうものはここをですね一括して段段段目2段目3段目をですすねね一括ででで行ってるわけです、ね、でも過去の日本はです、ね、ここに対してお金もつけてないということで空白であるし LSTC も23段目の半導体界隈のファブでの生産技術というですね量産に向けたプロセス開発が空白になってる可能性が否めないというふうに思ってますと。 実際ですね、過去、日本はですね、IBM から僕が調べた限りだとですね、三つぐらい技術を継承してるんですね。このように g a と同じようにですよ。一つはですね、同配線ということで、それまではアルミ配線だったんですけど、IBM が同配線をできるんじゃないかっていうことをですね、研究しまして、それを受け取ると。で、二番目はですね、CNP の前工程への導入。CNP というものは後工程でしかなかったんですけども、これ前工程に持ってきました。で、今度の g a ということでございまして、その CNP のですね、前工程の 購入ですね、これはですね、確か350ナノメートル濃度、もしくは250ナノメートル濃度ということで持ってきたんですけども、IBM がやったからできたわけではなくてですね、当時、エルスグリーンの東芝の半導体オブ半導体の人たちがですね、IBM に行ってですね、若い頭脳がですよ。で、IBM の蓋を開けてみるとですね、カスでしで、これ、 こんな研究所でやっただけなのを実際のファブで流すって言ってたらとんでもないということでエリート中のエリートがですね行ってこれプロセス開発生産技術を煮詰めてですね日本に持ってきてやっと物にできたわけです。半導体製造装置メーカーと一緒にやるわけですから CNP ができるような半導体製造装置が実際のファブで使っても運用に足るものができるわけですね。で、その装置が他のファブにもばらまけるんで一気にこの濃度が革新されるというものが半導体のプロセス開発だったわけです。要するに当時 IBM 持っっててきたたももののでですすねかやけんよしかし今回の IBM に GA をもらいに行くっていう学びみたいな感じじゃないですかそこでプロセス技術を煮詰めて革新させると量産にも足るものにプロセスモジュールプロセスインテグレーションできるようにするっていう内容であればいいんですけどそうは思えないと問題の根源はですね IBM はいつもここの生産技術を全くやってこなかったっていうのはこれ歴史が証明してるんですねだから今回も GA もおそらく生産技術やってないとなぜかっていうと はそんなね1万枚流すとかそういった資金力を持ってないわけですよ自力もないんですよ過去からずっとそういう風にやってきたわけですよそれを本当に東芝の人なら分かってるかもしれませんが小池社長っていうのは日立出身なんですよおそらくこのことを知らずにですね ibm に行けば ga が本当に手に入るという風に考え違いを起こしている可能性さえあるということでございますとこんなこと言って申し訳ないかもいいですよ小池さんみたいなバリバリのですね50代が多く派遣されるって言ってますからバリバリの人がですねこの ibm に 出向してやるっていうならいいわけですけど多分彼らっていうのはおそらく管理職だったはずなんですよねその管理職の人がですね行っていきなりそのプロセスモジュールの生産技術を煮詰めるっていうことが果たしてできるのかということも疑問です当時東芝でですね中核の人はドクターでさらに若者のバキバキの頭脳の人が行ってですねこれ蓋開けてみたらクソ霞育ったものでですね彼らが頑張ってこれものにしたわけですよね当時の情景が違うんじゃないかっていうことですねということで多くの問題点があると思います過去日本 プロセス技術に予算をつけていないなこの東芝という資金源があったから、この CNP 技術もですね、物にできた。同配線技術も物にできたわけですよ。さらに、2、3段目にお金をかけておらずで,です、ね、最新プロセスの開発部隊が空白で、そのことをラピタスの人が知らないかもしれないと。これ調べてみるとびっくり。JASM にですね、TSMC 誘致から補正予算で予算がついたわけですけども、それまでっていうものは半導体にどのくらいの予算をつけていたかというと、たった100億以下です。おそらく50億前後ということですし、ほぼ、 ほぼですよ。あの一段目のですね、R&D にしかお金かけてなくてですね、二三段目のプロセスを安定させるとか、ファブで流せるような生産技術に対しての予算ほぼゼロです。ゼロ。 で、今回2兆円つけるって言ってますけども、果たして今までゼロだったものに対してですね、計算書が理解があるかっていうことですよね。なので結果として、今までこういった半導体が儲かるらしいという市場が見えたとしてもですね、この2、3段目に対してですね、予算を日本政府はつけておりませんでした。要するにプロセスインテグレーションができる土台がなかったんで、取れずにですね、負けていったわけですね。IBM の研究成果を実現するのは初の試みでございます。まあ初の試みというか、GA が初の試みということで、過去も やってきたわけですけども ga という革新中の革新みたいなものをものにするのが初めての試みとさらにですね g a 構造はまあサムスンがサンプル品最近ねプレゼンを作った後にですねできましたでみたいなことをですね展示していたものもあったんですけども tsmc もサムスンもそのファブでの量産でものにできるのかっていうね感じですよでも tsmc はもうものすごく <laughs> の中核の人に僕聞いたんで、すすすけけどども本気ででででやりに来ててるわかからまあどうなのかなのって感じですよねで新材料、ゲルマニウムを利用するんですけども、今はですね、この新材料を試すっていう場合ですね、20年ぐらいかかっていたわけですよね。それをラピタスはですね、5年で物にするっていう風に言ってるわけですね。本当にできるのかって話です。LSTC にもラピタスにも東京エレクトロンが全く参加しないと。これすごい話で、ラピタスの会長はですね、東さんがやってるわけですね。元東京エレクトロンの社長がやってるわけですよ。で、その社長がやってるにも 変わらずでででですすすすね lstc に LS グリのの製造装置の人たちが不参加ですアカデミーだけで構成するんですよとすると、R&D に対しては彼でやってるわけですから、1段目に関しては認識が深いかもしれない。しかし、半導体製造装置の人たちが参画しないってことは、2、3段目の生産技術に対しての認識が欠落するっていうことになりますし、そこに対しての責任が生まれないわけですね。ここをものにしておかないと、将来、ファブにこれを渡した時に、量産の時にくじけるから、 俺たち、ハンド製造装置メーカーの責任になるやもしれん、みたいなですね。そういった責任の所在が不明確になるわけですよね。だから、R、R&D だけしてればいいよ、みたいな感じになっちゃうかもしれないと。果たして、この LSTC が1万枚、もしくは100万枚流すことができるんでしょうか過去の PG を見てもですね、大学ばかり、まあ9割ぐらいアカデミーになることはあったんですけども、100%アカデミーっていうのは、ほぼ僕の知る限りではないと。100%大学の組織でありですね、ハブでのプロセス開発をイメージで できるのかっていうことですよねここが大きなボトルネックボトルネックオブボトルネックになるんじゃないかなっていう感じですよね。ということでここはまさにそのラピタスの核心部分であろうとここをうまくハンドリング本当にできるかっていうのが正念場におそらく数年後になるんじゃないかなというふうに思います。ファブのインテグレーションを前提としていない開発プロセスを GAA 構造ですね LSTC からラピタスに対して提供されたとしてもいやこんなインテグレーションしにくい。 土台持ってこられても俺たち23段目のプロセスモジュールとかプロセスインテグレーション技術に昇華できないんだけどそのような可能性があるような気がしてならないとそんなねできないことできないことをお前うるせえって言うかもしれませんけどもできるかもしれないですでも現場がわからない作品を持ってこういった構造が素晴らしくてみたいな流星系の構造を持ってこられてもいやこんなんさん現場でどうやって作ればいいのってめちゃめちゃお金かかるでみたいなことになるわけですよね。 LSTC でじゃあ、これ100万枚のウェハーを3世とか TSMC のようにですね、流せるんですか捨てる覚悟あります ?2、3段目を LSTC でやることが前提のように書かれてますが、そこには研究開発、東大とか東北大みたいな研究室でやって実際のファブでのインテグレーションして来ない人たちがやってきてるわけで、小池社長がですね、いや、そんな LSTC で100万枚流して GA 構造ができるようなものをよこしてよっていうふうに思ってたら、これ、 そごがたって、認識のズレが起こってたらかなり危ういと思いますと。そんなことも議論してないのって思うかもしれませんが、そんなことも議論してない可能性があるということですね。ファブでインテグレーションしてきた人材は大学にはいないと想定しておりますと。ほぼいないですね。ほぼいない。おそらくいないと。なので、プロは、いや、ラピタス絶対無理やろっていうことを言ってるわけですね。まあ僕は応援してますけど、もうそれでニナーノ本当にやるのっていうことを言ってるんで、東京エレクトロンとか実際のファブもこの LSTC になんと入ってない。 いうことですねこれはもう人脈戦略なのでいかにここに巻き込んでいくかっていうのが今後おそらく重要になるだろうと。で、もう一つ疑問があります。単立ったと言っております。ぶっちゃけこれ詳細が出てきてないです。製造を早く行うと言ってます。 これはプロセス革新速度のことを言ってるのか、製造部分を指しているのか分かりませんと。小池社長のシンギリアリティの衝撃ですね、このように書かれてました。小池社長はもともとですね、このバッチ方式ですね。バッチ方式というものは、ハンドタイウェハーを一気に処理することをバッチ方式と言ってました。20枚の処理ということで、まあこの図の通りでいくと、4回の経験値がこれ溜まるわけですね。しかし、枚様式であればですね、1枚1枚処理していきますので、8枚の処理を一気に行うということで、8回の経験値が貯まると。実際にはもっともっと、本に書かれて たのは4回に対して前様式だと200回だとかそんなくらいだったと思いますけどものすごくお前様式だと1枚1枚だから経験値がたまるし1枚1枚に対してのノウハウなのでインテグレーションが非常に早いんだよっていうことを言ってましたよね前様式は多くの結果のフィードバックが可能でインテグレーションがすごく早いとだからこれをやっていくんだということなのか でもこれって TSMC も培養式なので、これが現在でも本当に通用するのかなっていうのは疑問ですよね。そもそも早く製造することをタンタットと,と言ってるのかと。これ何を言ってるかっていうと、今までの半導体のファブっていうのはどういう構造になってるかっていうと、こういうようなウェハを入れるケースがあって、 でここから1枚ずつ出してです、ね、加工しててでですすねね加工いくわけです、ね、なのでそもそも25枚ぐらい入ってるわけですから加工能率としては対ウェハーにすると4%ぐらいなんですねしかもそれをですねこのようなストッカーに入れますからさらに対ウェハーに対しての生産性という観点で見るとものすごく低くなってるとまあ1%以下になってるとこれをですね改定するにはこのストッカーからウェハーを1枚抜き出してそれだけ専用に加工をしていくということをしないといけないとしかし こんなことをしてるとですね、上にですね、村田機械とか、大福のですね、半導体を運ぶ車がブンーン走ってるわけですけども、それの大渋滞が起こるわけですよね。そんなこと本当にできんのっていうことは思いますよね。ここにもおそらくジレンマがあるんじゃないかなっていうふうに思いました。製造を短くしてもあまり意味がないと。 いうことでそうなんです半導体というものは設計とか検証というバリューチェーンがあるんですねまずはこのようにファブレスメーカーが設計しますと例えばアップルとかクアルコムとかまあエン i ディもそうですよねその後に EDA ツールというもので検証して製造を TSMC に委託すると。 半導体のバリューチェーン、まあ、エンジニアリングチェーンは、この3個なんですね。しかし、このラピタスというものは、ここだけなのか、もしくはこっちも含めて言ってるのか分かりませんが、製造だけのタンタットだと、この1工程でしかございません。設計や検証にも膨大な工数が必要で、ここも果たして短くできるんですかと。で、日系クロスティックには、高位合成技術なるもので、この設計を検証も早くできると思うよっていうことを書かれてるわけですよね。しかしか しながらこういう合成技術なるものが本当に実現できて他の企業も利用可能であればそれはラピダスの強みにはならないまあそこを囲い込みできればそれは別なんですけどもということでタンタットについて明確なものがあるとは言えないと思いますともう一つ重要な観点果たして商売になるのかという疑問点でございますと ロジックが生み出すサービスで、もうそんなのペイするから、とりあえず作ろうぜって言われれば、それまでなんですけども、ビジネスとして利益が出せるのということですね。仕事は果たして取れるのかと。というのもですね、半導体の需要をですね、しっかり見ていけばこれわかることで、例えば iPhone なんかは1億台出るとで。テレビなんかも数千万台出るということで、少量多品種になってくるとですね、開発にもお金がかかるし、量産にもお金がかかるし、なかなかペイできないと。 大量生産は装置、大量に購入してもですね、ペイできるんじゃないのっていうことですね。例えば iPhone はですね、1億台以上出荷されるわけですね。プロと普通の iPhone 無印を合算するとですね、1年間で3億台近いものが出ると。で、パブ1件あたりにですね、1兆円投資したとすると。で、ギガ人にはこのチップの価格ですね、130ドルと記載されてるんですね。まあそんなことは絶対ないと思うんですけども。要するに1億チップ、これ製造できれば、ほぼペイするわけですね。儲かると。実際にそこまで高い ないわけがないんですけども量産ビジネスなんですよ半導体っていうのは100億円の投資であれば1000円のチップを1億個売りさばく必要性があって でこれがですね1,000万個しか売れない場合はチップが1万円となり一気にきつくなるわけですね逆に10億個も出るということであればチップの価格は100円になりますまあもちろん人件費とか材料費とか必要になるんで固定費があるわけでそこは変わらないわけですけども1億チップと比較すると900円の差しかないのでもうエンド商品に対してはですねどうでもいい価格帯になるということでございますつまり半導体は超量産しないと成り立たないし勝てないと。 一方ですね、総取りする TSMC みたいにもうめちゃくちゃ最先端を走って一人勝ちすれば全部の仕事を総取りすることができるのでものすごく儲かるようなビジネスモデルであると。このように TSMC はプロセスで先頭を走ると。商品付加価値から依頼を総取りし利益も総取りになると。このようにシリコンサイクルでございますと。まあ今はもうシリコンサイクルがあるようでないような感じでございますがシリコンサイクルの低成長期に次世代プロセス開発と設備投資を行い仕事 を総取りするっていうのがそもそもの半導体のビジネスモデルなんですね過去のインテルがそうであったように勝者はもう2,3社しかございません実際にインテル以外はもう全部負けましたとで2年で集積度が2倍になるムーアの断りということで設備投資が課題になり始めた今ですよビジネスモデルの変換に気がつかず日本は敗北したわけでございますと 半導体ファブに対して1,000億円ぐらい投資が必要になってきた頃ですよねあの頃にそういうビジネスで総取りしないと絶対に勝てないっていうことに気が付かなかったわけですよねなので負けたとあのインテルでさえ先頭を走ることができなくなった途端に凋落のほころびを見せ始めてる、まあ、現代でございますよね TSMC しか儲からんと他はほぼ儲かってないという巨大ファブはですよ とといううこががもう歴史が証明してるわけですね。日本はそこにもう一部門だったので1,000億円の投資なんかできるわけないだろうとで自社の半導体しか作らないんで他の市場がないわけですよねなのでファウンダリービジネスが没効してていったったことですね。つまりですね現代の半導体ビジネスというものはトップになるかトップ以外になって負けるかと1人の勝者と残りは負けたファブしかないと。 負けるのであれば、補助金がないとインテルのように絶対に戦えないと。半導体とはそのようなビジネスであり、今となっては王者インテルも補助金頼みで、パッド・ゲルシンガーもですね、あ、補助金がないならファブ、俺、ヨーロッパに作らないけどなうー、んん,うん、とか言ってるわけですね。まあ一方で、エヌビリアですよ。2024年の H100 の出荷台数は200万台とも言われてるわけですね。1台の定価が500万円だとして、150万台販売できれば7.5兆円ということで、もうえげつない利益を 叩き出せるとチップのみの価格が50万と仮に算出してみるとなぜかっていうと NVIDIA の粗利っていうのは70%前後って言われてるわけですよねファブの売り上げは7500億円ぐらいになるとこういうような特定でめちゃめちゃ出る半導体を受注できればビジネスとして成り立つ場合もあるだろうがしかしラビタスは少量多品質を目指すと言ってるわけですよねということはこの1チップ例えば5倍ぐらいの250万円とかいう超 高い価格帯で売らないとビジネスは成り立たないわけですよね。 そもそも半導体の歴史は大量生産でございますと。このように培養式のすべてからデータを取り、最適プロセスを超高速で見つけるということを言ってますと。これで既存のビジネスモデルを果たして打破できるかと。半導体版 MBD、モデルベースドデザインが成功できるか。しかし、顧客ありきというものは変わらないので、超高単価での販売がもう必須になってくるんですけど、そこにお客さんが果たしてつくのかどうかですよね。まあ、いずれにしろ、歳は投げられたと。 もうやり抜くしかありません。やり抜いて失敗するとか成功するとか言うなって言っておきながらですね、こういうこと言うの恐縮なんですけど、仮に失敗したとしても、どうしても頑張ってもできなかったっていうことになったとしても、そこに対して国が半導体に対して目を向けてくれたわけですから、何かしら絶対に残るということは素晴らしいことだと思います。国として半導体援助するのは、各国を見ていても当たり前で、半導体の育成は必要なわけですよね。 要するに利益を出すのが難しいインフラ事業のようなものなんですね。なのでこれインフラですよって。我々のインフラを担ってるんで、高速道路とかも利益前提で作られないじゃないですか。自動車のサプライチェーンを強靭にするとか、ジャストインタイムを実現するためにインフラ投資って必要でしょっていうことを言ってるわけですよね。だからそういったようなものです。みたいな感じで納得してもいいかもしれないですよね。しかしながらこれはもう挑戦ですから、製造業人材としてはもう応援をさせていただきたいと。ただし、今お見せしたようにですね、 もう非常に難しいと言わざるを得ないと。手放しな応援ということをしてしまうとですね、やっぱりお,お前バカだろっていうことを言われますから、やっぱりそのジレンマをですね、複数抱えてるので、そこも解説せざるを得ないということはご理解いただきたいと。一方で、今ですね、お国はですね、最先端の半導体とか TSMC の誘致に対して、めちゃめちゃ補助金、助成金をつけてくれてるんですけども、アメリカの資料を見ると、 こういうように、レガシーも実は入ってるんですね。というのも、アメリカっていうのは、多くがもう90%以上のファブがですね、レガシーです。なので、28メートル以上の濃度がアメリカの大部分を占めてると。レガシー市場は半分を、まあ、売り上げベースでいくと占めているので、ここも同様に非常に重要であるということがアメリカも分かってるんですね。しかし、日本はここ、ほぼ助成してません。 なので将来ここ助成しとかないと厳しいぞっていうのは僕は触れざるを得ないと。で、実際に Google なんかもそれ分かってまして、このスカイウォーターっていうものを傘下に入れですね、レガシー半導体を取りまくってると。要するに Google はレガシーがもう一つの勝ち筋ということが分かってて、そこに気がついてるんですね。だから Google はそこを囲い込んでると。 でも一方の日本は女性全くつけておらずですね最先端とかジャスムのしかつけてない。で日本、もう日本って官僚さんごめんなさい言い過ぎかもしれないんですけどもそこ重要っていうのは僕も重々承知してますと。ジャスムなんかも成功事例だと思いますけどもレガシーに予算つけてあげないと将来の日本大変なことになりますよと。でもう一つ将来でこういうふうにラビタスが難しいって言いつつも違う世界線がやってくる可能性もある。そこに触れておきたいと。ムーアはほぼ死んだと。あ、死んでます。はい。ムーア、ムーア言ってるんですけどももう死んでます。はい、死んでる。 お前、ムーは復活とか言ってますけど、他の動画で。まあ、動画だから言ってるって感じですね。もう微細化は大きな意味を持たない可能性ということで、もちろん、この微細化必要なんですよ。最先端、機能が足りない半導体もあるわけでございますが、この iPhone ですよ。確かに性能は向上したんですけども、スマホでは最強の性能、そして全世界見てもですね、最強の半導体が乗ってますと。一方で、性能はたったの1年で10%しかアップしてません。今まで倍上がるっていうふうに言われてたんですけど、10%しかアップしないと。そこには、 ですね、10%しかアップしないんですけど球団を変えるレベルのクソ高い装置と最高の頭脳の結晶の結果でえたった10%であるとで今後はさらに装置の価格が上昇すると今まで6号装置200億円とか言われてたのに今新しいものは400億円かかるとか言われてるわけですよ一部の半導体以外意味をなさないのではないでしょうかと。 超特化型専用チップの可能性ということで、このね、インテルとかアーム社ですよ。そもそも無駄な回路モジュールだらけっていうのは多くの人が知らないと思いますが、無駄な回路がもうめちゃくちゃ乗ってると。今の PC はですね、この最適化されればですね、10倍は早くなりますよ。要するに無駄なモジュールパックみたいなものを使って、インテルのコアとかも設計されまくってるんで、ほぼ PC 使ってるときはコアのですね、無駄な部分をほぼ使ってないと。で、ムーアの法則が死にかけており、 過去のような新しい電子産業が勃興してこない市場ですよ。半導体の最適化チップ、要するに超特化型チップが出現する可能性っていうのが今、非常に高くなってるんじゃないかなっていうふうに思います。ダークシリコン問題とか言ってますけど、あれはこれを揶揄して言ってるわけですよね。ということで、ダークシリコン問題って何かっていうと、今最先端の半導体のですね、8割ぐらいはダークシリコン化してですね、全然機能を使ってないですよ、そんなんいいんですかっていう、意味ないだろうっていうことを言ってるわけですね。最適化すれば今の半導体ってのはもうめちゃくちゃ速くなるわけですね。さらに その Google なんかもですすねピクセル出してますけどスナップドラゴンとか Apple の CPU 使ってないじゃないですかテイサーでしたっけテンサーでしたっけ CPU を自社で開発できるような時代になってるわけですよね超特化型の半導体が出てきてもおかしくない現状になってるとしかししかし莫大な金が必要です莫大な金が必要なぜかっていうとプロセス開発が必要になってくるからですね半導体の検証も必要になってくるそこにも非常なリソースが必要になってくるとなのでそういった意味でも TSMC にお金をつけてプロセス開発を日本でやって るるっていうののはは将来にになる可能性は十二分にあるわけですよねですとか、NVIDIA もね、もうここ、意気揚々で、野心満々ですよね。新しい CPU 作っちゃいましたとか言ってますよね。このムーアの法則のモデルっていうのはもう限界に来ていまして、この限界が来てる、ガラケーもそうだったんですけど、その時にデコンストラクションっていうものは今まで起こってきたわけでもうその可能性が大いに秘められてますし、その可能性が徐々に市場にも出てきたかなっていうふうに思ってますと。大きなビジネスモデル、要するに X64 アーキテクチャーに支配されているが、既存 回路設計とムーアの死によって新しい半導体が出てくるかもしれんともちろんその性能を特化するようになりますので多品種になるわけですよねそこも想定して小池社長はラピタスが必要になってくるんじゃないのっていうふうに言ってる可能性ありますよねその特化型の半導体であれば2ナノメートル最新のプロセスであればいいんですけどもそこまで必要ないかもしれないですよねとかこの光電融合イオンですねイオン これもですね、専用のチップが必要になってくると。なぜかっていうと、さっき冒頭の方にお伝えしたように、もう情報処理をするためにはですね、電力がもうめちゃくちゃもう必要になってくると。今の原発何十台分起こさないと、もう将来のその計算量を生み出すためには、電力まかないみたいな資産が出てるわけですよね。サーバー処理によって電力需要がぶっ飛ぶと。もうぶっ飛びます。はい。ということで、光電融合技術によって、情報通信と、そして半導体の処理が置き換わる可能性も現に出てきてるわけですよね。 既存領域とは違う半導体市場が起こる未来もあるんじゃないかな。その時にラピタスもしかしたら必要になるかもしれんと。このアイオンっていうのはですね、よくわからないと思いますので別替で予定してますので、ここはこうご期待くださいと。まあいろんな可能性にベットするっていうのは必要ですが、意義ですよね。まああるものの、めちゃくちゃこれ難しいですよと。 いいうこととは言えるんじゃないかなか応援したいんですけども、手放しで応援すると、いやいや、お前もリアリズムとか言っときながら、お前よくわかってないじゃないかっていうふうに言われますから、このジレンマについてもお話しさせていただいたと。全て個人の見解でございますので、僕より半導体業界詳しい人も画面の向こうにたくさんいると思いますので、ご意見は頂戴したいと思っております。コメント欄にぜひお願いしますと。解剖させていただきました。以上です。お疲れ様でございます。セミコンが近づいておりますので、このように半導体界非常に多くになってますよね。今年もセミ セミコンに行きまますす今講演演が決まってるのは3講演ですこのように、えー、ミニマルファブと学生向けの講演をしますし、もう一社から引き合いがちょっと来てますので、もしかしたら増えるかもしれませんと。皆さん現地でね、写真撮っててくださいと言えば、あの、にこやかに写真を撮らさせていただきたいと思いますので、ぜひ名,名刺交換もお願いしますと。このように、半導体会でございましたが、工作会 FA、そして自動車、いろんな製造業に関連したトピックを扱っております。製造業人材はぜひチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。 で少しでも刺激になれば、いいねマークを押してください。ラビダス応援したい人も、いいねマークお願いします。ということで、次回の前に、スポンサー動画でございます。どうぞ本日はですね、西日本 DX ということで、小倉の方にお邪魔させていただいておりまして、いつもパナソニックエナジーさんのスポンサー動画はホテルからということで、恐縮でございますが。<laughs> 松下幸之助ですね、まとめさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか幸之助が存命の時からですね、電池事業というものは一事業として、エッサホッサとやってきたわけですけども、今はですね、パナソニックエナジーの中で中核事業部になっております。まあ歴史もあるし、その歴史だけではなくてですね、2030年には売り上げ3兆円を目指していくということで、もうアクセルを踏んでですね、やっていっております。そんなパナソニックエナジーは絶賛エンジニアを募集中でございますので、概要欄からアクセスいただいて、 応募いいたただきたいと,思いますということでいってらっしゃい次回は未定になっております。 多分、イーロンマスクやってんじゃないかなというふうに思います。次回の動画で会いましょう。どうもありがとうございました。じゃあねっち、バイバイ。吉川ちゃんの一言本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回は1時間と長丁場の動画になっておりますが、大変面白い内容の動画になっていたのではないでしょうか。皆様のご意見、ご感想もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。